さてペル君、今日もマインクラフトやっていこうか。ってちょっと待って、なんかいつもと見え方が全然違う気がするんだけど。別なんだ私に今一体何が起きてるんだ。どうなってるのペル君。8になってるー。え、何これペル君どういうこと。今回は主さんに8になってもらいました。8になった理由がなんかあるの。それが今回あるんですよ主さん。主さんに女王蜂から依頼が届いています。女王蜂から。マイクラに女王蜂っていたのね。主さんの手元に本がありますよね。そこにメッセージが書かれているようですよ。にしても女王蜂からの依頼だからってどうして8になっちゃったんだろう。でも主さん8になった姿可愛いですよ。ぬへへ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 。この本に女王蜂からの依頼が書かれているってこと。セブンさんへ、あなたの力を私たちに貸してくれませんか。お力を貸していただければあなたに女王蜂のカゴを差し上げます。どうかお手伝いよろしくお願いします。女王蜂、女王蜂さん困りごとがあるみたいですね。次のページ見てみようか。まず依頼1の内容はどうやら雲退治みたいですよ主さん。蜂の巣の内部にある洞窟に雲が救う部屋がある。蜂の巣の内部にある洞窟の雲が救う部屋。今回あの蜂の巣の中に入れるってこと。依頼はもう一つあるみたいですよ。依頼の二つ目はハニーダイヤモンド、蜂の巣の中にあるハニークリスタル。とりあえず女王蜂さんからの依頼で分かったのは、今回私は蜂の巣の中に入れるようになってるということで、主さん今回のマイクラは蜂になって巣の中に入れる世界で女王蜂からの依頼を達成しましょう。女王蜂からの依頼の中に雲退治があったから、まずは雲を倒せる装備を整えないといけない感じかな。そうですね、蜂になっても武器は必要ですね。お尻についてる針で大ダメージとか与えられないかな。いや主さんの針見えないですよ。あれっ、私に針ついてないの。依頼その2でハニーダイヤを作らないといけないんですけど、その素材にどうやらダイヤモンドが必要になるみたいです。となると地下で装備とハニーダイヤ用にダイヤモンドを含めた鉱石を集めに行かないといけなさそうだ。ということでまずは食料確保してから洞窟に向かおう。目の前にはすでに村が広がっていますね。村も急に蜂が食料を取り始めて驚くんじゃないかな。私は蜜じゃなくて農作物が好きな蜂でございます。とその前に荒廃したポータルを発見。ああいうところに私の大好物が眠っている時があるんだよね。蜂になっても金人参好きは変わらないんですね。きたー、金人参の匂いがしたから絶対あると思ったんだよね。金人参の匂いまでわかるようになったんですか。荒廃したポータルでゲットした食料だけじゃ足りないから、村の食料をちょっともらっていきます。蜂が村人の家に入っていきました。この光景村人が見たらびっくりするよね。洞窟の入り口にスケルトンがいますね。蜂に変身したけど敵認識するかな。がっくり敵認識されてるじゃん。敵もグニは主さんだってお見通しみたいですね。なんでバレるんだ私こんなに蜂になりきってるのに。普通の蜂なら洞窟なんて行かないですからね。確かに。もし蜂になった姿でスケルトン倒した。今回はいつもの体力の半分しかないからね。そこには注意しよう。農業をする蜂になっています主さん。ドーペル君、蜂が農業をする見た目はものすごく違和感です主さん。村人もさっき主さんのことが見していましたから、普通の蜂よりもちょっといろんなことができるようになった蜂でございます。おし、食料確保完了。次は木を買って洞窟探検する準備をしていこう。主さん、蜂になって初めての洞窟探検です。他の人やったことあるのかな。蜂になって洞窟探検って、蜂のサイズになると1ブロックの高さでも入っていけるのいいね。だからこうやってエンダーマンを倒すときも急いで1ブロックの隙間に入れー。なあ、はっ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 は。これで安全にエンダーマンを倒せるというわけだ。普通のプレイヤーの姿なら2マスの高さの穴を作ればいけますね。ということで蜂の姿でエンダーマン撃破。蜂のみんなやったよー。石のつるはしを作って鉄鉱石をゲットする。浮いてる時はやっぱブロック怖わー。いるならいるってちゃんと言ってよゾンビ。そんなゾンビいないと思いますけど。あれ、いつもなら石の斧で2発で倒せるんだけどな。どうやら蜂になるとジャンプ攻撃によるクリティカルが出なくなるみたいですね。そんなデメリットもあったんだ。いつもより実質攻撃力がちょっと落ちちゃってるね。その分空を自由に飛べるから全然いいんだけどね。おっしゃ、鉄鉱石ゲット。盾も作って蜂になっても戦闘スタイルは変わらないぜ。ただ HP がいつもの半分なところには注意ですね。そうだね、クリーパーの爆発とかもいつもなら耐えれる距離を耐えられなくなってるからね。
お、渓谷を発見。今回はこういう広い空間の方が探索しやすいね。空中を自由に移動できますからね。この渓谷には、ダイヤモンドはなさそうだね。もうちょっと深いところまで行かないとなさそうですね。どんどん地下深くに潜っていくか。そういえば蜂って水が苦手っぽいけど、実際に入ってみたら、やばい全然動けなくなるこれ。今、流れとは楽の方に動こうとしてるんだけど、全然進めなかった。蜂になると、水に入ったら空を飛べなくなり、さらに動きもかなり遅くなってしまうので、水は危険な場所になりますね。海の沈没船の宝箱からダイヤゲットしようかと思ったけど、今回絶対無理だな。頑張って洞窟でダイヤモンドを見つけましょう、主さん。さっきの渓谷よりも、より地下深いところにもう一つ発見。マグマの海がある高さだし、ここにはダイヤモンド、ダイヤモンド来たー。雲退治用の装備と、ダイヤモンドの確保完了。おし、それじゃあ蜂の巣に行こうか、ペル君。女王蜂からのアドバイスが僕の元に届いているんですけど、主さんの場合は、蜂の巣にエンダーパールを投げることで、巣の中に入れるみたいですよ。私だけそんな特殊な入り方なのね。蜂の巣の中ってどんな感じになってるんだろう、楽しみ。まずは蜂の巣を見つけるところからですね。お花畑の森があるので、この近くにあることは間違いなしですね。お、お仲間の蜂さんがいるということは、蜂の巣を発見。お、お仲間さん入ってった。おし、私もお仲間さんについていくぞー。蜂の巣にエンダーパールを投げるだけでいいのかな？蜂の巣の中ってこんな世界が広がってたのかよ。すごいですね、主さん。一面黄色になっちゃいました。蜂の巣というか、蜂の別世界みたいな感じになってるじゃん。え、すごい、ペル君これ。蜂の子もいるんですね、これ。しかも動いてるよ。女王蜂からの依頼で、蜂の巣の中にある洞窟っていうのがよくわからなかったんだけど、実際に巣の中に入ってみたらどういうことなのかよくわかったね。そしてペル君これが女王蜂が言ってたハニークリスタルじゃないの。これですね、主さん。早速発見しましたね。ハニーダイヤのレシピ見てなかったな。どうやってクラフトするんだろう？ダイヤモンドに、ハニークリスタルを加工と作れるみたいですね。ということは、このハニークリスタルをとにかく集めれば作れるってことか。こういう洞窟的な感じになっているところに、ハニークリスタルはたくさん作られていそうだね。巣の世界を探索して、女王蜂の依頼を達成できるようにしましょう。え、ちょっと待って、ペル君。このスライムって蜂の巣の姿バージョン。蜂の巣の中にもスライムって存在するんですね。特に何かをドロップするわけではないのかな？とりあえず依頼2のハニーダイヤモンドは達成できそうなんだけど、依頼1の雲退治。そもそも雲の姿が全然見えないけど、依頼2は、洞窟の中と書いてあるので、この世界の地下を探索してみてはどうでしょう？そうだね、ハニークリスタルを集めがてら探索してみようと。ていうかハニークリスタル超たくさんあるじゃん。ハニークリスタルもダイヤ並みにレアなのかと思ったけど、全然そんなことなかったね。ぬお？雲がいる跡を発見。近くに雲に占領された部屋があるっぽいですね、これは。そしてこの辺、蜂の子とハニークリスタルがすごい数になってるな。雲たちは、この大量の蜂の子とハニークリスタルを目当てに、この巣の中に侵略してきているのかもしれないですよ。そしたら蜂たちが危険な目に遭っちゃうじゃないか。そして今私雲の部屋発見したぞ。今ちょっと見た感じ、すごい雲の巣張ってたし、大変なことになってた。これは装備をちゃんとして挑んだ方が良さそうだぞ。主さん、鉄フル装備に装着し替えます。よし、戦闘準備完了。うっわ、雲の巣がやばいな。主さんの飛行のかなりな妨害になりそうですよ。とりあえずどんどん先に進んでいこう。ぬわー、早速引っかかった。これはやばい。思ったよりもかなり侵略されていますね、これは。調べたところ、この部屋にいくつかの雲のスポナーがあります。この部屋にあるすべてのスポナーを壊しましょう。スポナーはもう今見えてるんだけど、雲の巣が多すぎてなかなかスポナーのところまで行けない。雲の巣にとにかく引っかかってしまいますね。剣で雲の巣を壊しつつ、動き回れるようにしないと。それに加えて、雲が大群にならないように倒していく。そしてうまくスポナーを壊さないといけない。やることが多すぎるって。しかし、この雲たちを放置してしまうと、蜂の巣全体が雲に支配されてしまうかもしれません。それだけは何としても止めないと。今真下にスポナーがある。今、雲はそんなたくさん出てきていないですね。ゴリ押ししてでもスポナーを壊す。まず一つスポナーを壊せれば雲の数も減っていくと思いますが。うわー。
ー、ダメだ、クモの攻撃がすごすぎて全然スポナー壊せない。一旦逃げろー。こうしているうちにもクモがまた増えていっちゃうんだよね。クモのスポナーのところまで一気に行くために、まずは周りのクモの巣をもっと壊した方が良さそうですね。それもそうだな、ペル君。ということで周りのクモの巣を壊せるだけ壊す。本気のダイヤモンドの剣使っていくわ。クモなんていつも倒してるから大丈夫かと思ってたけど、私の考えが甘かったみたいだ。まずはクモをスポナーからできるだけ離して。いけー。クモがこっちに来る前にスポナーを壊せそうです。よっしゃー。だがまだ終わりじゃない。あの部屋にはまだまだスポナーがあった。すべて壊すまでクモは湧き続けます。この部屋に入って右の壁にスポナー二つ目、なんとか壊しきれー。よし、二つ目のスポナーも破壊、こっち来んなー。おし、落ち着いたな。ここから出てすぐ右のところにスポナーがもう一つあります。今クモいないからチャンスじゃん。行くぞー。で、二つあったのかよ。おし、攻撃受けるギリギリでスポナー壊せた。にょー、主さん二つとも壊しました。だけどやばい、クモの巣。あー、ここにいるクモを倒せばもう出てこないか？出てこなけば、すべてのスポナーを壊せたということですが。クモが湧かなくなりました、主さん。ということは、クモ退治成功。やったー。これでクモに蜂の巣を支配されることもなくなった。おし、あとはそこら中に張り付いているクモの巣を壊せば、元の蜂の巣に元通りだね。これで、ここを住処にしていた蜂たちも戻ってこれますね。綺麗になりましたー。これで依頼1は達成ですね。おし、次は依頼2だけど、ハニーダイヤモンドを作るための素材はもう揃ってるから、依頼2もそのまますぐに達成できそうだね。ということで、ハニーダイヤモンドを作ろう。作り方は、真ん中ダイヤで、その周りをハニークリスタルで囲ったら作れますね。ハニーダイヤモンド、完成。これを女王蜂に渡せばいいっぽいけど、肝心の女王蜂がどこにいるんだろう？主さん、こっちに来てください。え、あなたはもしかして、女王蜂さん近くに来てたんですね。どうやらあの雲に支配されていた部屋は、女王蜂の部屋だったみたいですね。女王蜂さん、雲に部屋を占領されちゃってたのか。それで、他の蜂さんには手に負えなくなってしまって、主さんにお願いしたというわけだったんですね。無事部屋を取り戻せてよかった。あとこれ、もう一つの依頼にあったハニーダイヤです。ミッションコンプリートです、主さん。蜂の巣の世界、楽しかったなー。それじゃあまた、お願い事があったらいつでも呼んでね、女王蜂さん。お。元の姿に戻ってる。どうも、普通のセブンでございます。主さん、女王蜂からお礼のメッセージが届いていますよ。セブンさんのおかげで、クモを巣から追い出すことができ、ハニーダイヤのパワーで巣を守ることができます。お礼として、私のカゴをどうぞ受け取りください。ハニーダイヤは、蜂の巣を守る力があったんだ。ということで主さん、女王蜂のカゴを受け取ったみたいですけど、何か変化はありますか？いや、特に私の見た目が変わったとかはないけど、待って、なんかエフェクトついてるよ。ぬおー、なんかすごいエフェクトがついてる。女王蜂のカゴが発動すると、攻撃力と耐性が大幅にアップして、さらに落下速度低下で落下ダメージを受けなくなるようですね。女王蜂のカゴすごすぎる。これ、ちょっとウィザーと戦ってみたいな。どうします、主さん。せっかくならもう一度蜂の姿になれますよ。蜂になってウィザーを倒すしかないでしょ。ということで、女王蜂のカゴを受けた、最強の蜂でございます。蜂になれば空を飛べるので、剣でもウィザーにダメージを与えられますね。HP の低さが心配だったんだけど、耐性アップのおかげで全然ダメージが入らない。そして攻撃力もすごいことになってる。あっという間にウィザーの HP がなくなっていきます。よっしゃー。ということで、今回は蜂になったマインクラフトでした。この動画が面白かったと思う人は、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いしますね。蜂になったマイクラ超楽しかったよ、ペル君。それは良かったです、主さん。今度はペンギンになってみますか？え？